二所の関一門は大相撲の一門の一つ。長い大相撲の歴史の中でも新興勢力で1960年代から勢力が急激に拡大していった一門である。1909年1月に二枚観察で古代二所の関を襲名した友綱部屋の元関分け、宮間は1911年1月場所限りで現役を引退して以降は年寄り千人となり、 同時に友綱部屋に預けてあった、内弟子を連れて二所の関部屋を創設した。五代は玉二式を大関にまで育て上げたものの、玉二式が1932年10月に、第32代横綱に昇進する直前となる1931年6月に、がんで死去し、弟子は、友綱部屋の元幕内紀流さん雷八が率いる、久米川部屋預かりとなった。 1935年1月、二枚観察で六代、二所の席を襲名した32代横綱、玉二式が二所の席部屋を再興し、二所の席一門を旗上げしたが、玉二式は35歳の若さで、現役中に死去する。玉二式死後、26歳の関分け、玉の海が二枚観察で七代二所の席を継承する。七代は、先代の弟子から、大関。 佐賀の花、関脇、神風、玉の貝、小結、琴西木、幕内、大の海、幕内、十勝岩、自家弟子から関脇、力道山などといった関取を育て上げた。二所の関部屋が1945年3月10日の東京大空襲で両国の建物が消失して1950年まで、 杉並区の新税寺に曲がりしていた時期に、七代二所の関が幕内まで昇進した者には内弟子を採用して、分家独立することを奨励する方針を打ち出したことから、大の海、琴二式、玉のカイラーが分家独立を目指して、自分たちのちで死を抱えて育成した。そのため、1五十一年九月に八代二所の関を継承した大関、佐賀の花の時代も分家独立が、 相次いだ。八代は、1952年1月に引退して、以降は、年寄り千人となり、第48代横綱、大宝、大関、大麒麟などといった数多くの関取を育て上げた。部屋の数は、各一門の中で一番多く、ほぼすべての世代において横綱、大関を排出している。一門は大別すると2系統に分かれ、部屋の立地から、 東京東部の両国系と西部の阿佐ヶ谷系と呼び区別されている。2018年に、出羽の海一門から高野花一門を経て参加した、地下の浦部屋と時津風一門を離脱した後、無所属を経て参加した四頃山部屋と港部屋に、関しては、この両系統に属さない。両国系は、本家の二所の石部屋の流れであるが、佐渡が学部や分家独立時のうちでし、ことが、 浜遺跡、片尾波部屋の分家独立、押尾川部屋の分家独立、大野松部屋の分家独立、二所の石本家の後継などをめぐって対立が相次いだ。二所の石本家は10代、二所の石の病気療養を理由に2013年に閉鎖、二所の石の名跡は、阿佐ヶ谷系に移った。両国系からは、昭和の大横綱48代、大鵬、51代、玉の海、 53代、琴桜が横綱に登っている。1956年夏場所、若野花初優勝時の優勝パレード朝ヶ谷系は、1952年に、二所の関部屋から最初に独立した八代柴田山を、源流とする。1945年3月10日の、東京大空襲で両国の建物が消失した二所の関部屋は、1950年まで、 杉並区の新税寺に曲がりしていた。玉の海が幕内まで昇進した者には内弟子を採用して分岐独立することを奨励する方針を打ち出したことから大の海も弟子育成を志し若の花をスカウトして新税寺へ連れてくる。若の花は内弟子第一号として二所の関部屋に入門し1946年初土俵を踏んだ。大の海は アマチュア相撲の名門である日本大学相撲部員に稽古をつけたことがあり、その縁で現役中の1948年杉並区、阿佐ヶ谷の日本大学相撲部合宿所に大の海道場を設立、隣接地に部屋の建設を始めて、内弟子を育成し始め事実上の独立をする。大の海は1952年5月場所の引退後に八代柴田山を襲名。 柴田山部屋を創設し、二所の関部屋から正式に分家独立を果たす。1953年5月、柴田山から11代花籠に、名跡変更、同時に、部屋名も、花籠部屋に変更する。親方の花籠は、食料調達など部屋の経営に勢力を注ぎ、稽古場は一番弟子だった、土俵のに、初代若の花が、二所の荒稽古で指導した。 1955年秋場所に大関に昇進した若野花は、1956年夏場所に初めて、阿佐ヶ谷に優勝をもたらす。両国を離れて、山の手に優勝旗が運ばれたのは、初めてのことで、大梅街道には数十万人が祝賀に集まったことで、都電は、ストップ、若野花を乗せた、オープンカーは、新宿西口から、 朝ヶ谷の花籠部屋まで3時間かかるほどの大騒ぎとなる現象を起こす。若の花は1958年初場所後に第45代横綱に昇進して花籠部屋繁栄の礎を築き、花籠部屋は1961年9月場所から1962年1月場所にかけて、現役幕内力士7人、花籠7弱を要した。後に花籠部屋から、 分家独立した双子山部屋、離れ子マ部屋も阿佐ヶ谷に部屋を置いた。1970年代の和島、初代、高野花、解決の阿佐ヶ谷トリオをはじめとして、横綱、大関を含む多くの関取りを排出した花子部屋、双子山部屋の前世時代は、東の両国、西の阿佐ヶ谷と言われた大相撲の拠点となり、阿佐ヶ谷勢と呼ばれた一大勢力であった。 1974年4月から一時期は花籠一門として独立していた。この背景には、花籠部屋創設当時一門別の巡業だったにも、かかわらず本家二所の席部屋が花籠部屋を巡業組合に入れなかったために花籠部屋が経済的に苦境に陥ったことや、11代花籠が米国から帰国時に、 当時の出羽の海理事長が取りなして相撲会に復帰、花籠家理事選出馬時には、出羽の海一門の余り票を借りて当選した経緯から、1968年の時津風理事長休止の際には、主流派で若い一門の総帥である武蔵川理事を公認理事長に推薦して、主流派入りした経緯がある。1974年の理事長選で、本県に所の席は伊勢ヶ浜を、 半出和の海一門候補として擁立しようとしていたが、理事だった十一代花籠と花籠の弟子である十代、双子山は、二所の席と田元を分かって、出和の海一門の春日の理事長誕生を指示した結果、十一代、花籠は、事業部長に就任した。花籠部屋は、後を継いだ十二代花籠の不祥事で1985年に閉鎖され、花籠から、 文家独立した元大関解決率いる離れ駒部屋に吸収された。それに伴い花籠一門は事実上消滅して二書の関一門に復帰合流する形となった。以降は十代双子山が1962年に花籠部屋から文家独立して創設した双子山部屋が中心となる。双子山部屋は横綱、大関を長年にわたって排出し続け、 その力士たちの多くが独立、合計で6部屋に達した。阿佐ヶ谷系からは、8人の横綱と5人の大関が排出されている。双子山部屋は1993年、初代若野花定年後に、初代高野花が分岐独立していた藤島部屋と合流して、中野区中野新橋へ移転し、離れ駒部屋は、解決定年後に、大野国が杉並区高井戸で、 分岐独立していた柴田山部屋へ合流したことで、現在や佐賀屋から、相撲部屋は消滅している。日本相撲協会の歴代理事長の多くは、出羽の海一門出身者によって占められているが、阿佐ヶ谷系からは、双子山と離れ駒が、日本相撲協会理事長に就任した。独立奨励によって一門の勢力は拡大した。ものの、他の一門と比べて結束力は、弱い一門であった。 2010年には、高野花が、教会改革のために一門の反対を押し切って、理事選に出馬し、高野花部屋以下4部屋が破門され離脱した。この危機的状況において、一門の宗家を再興させた、双子山部屋出身の12代二所の席を中心に、二所の席一門連合稽古を実施し、一門の活力を取り戻そうと試みている。2018年5月現在、 二所の席一門は東京だけでなく地方場所でも一門の連合稽古を実施している唯一の一門である。二所の席一門からの選出理事は従来は3人であったが、高野花とその支持者が一門を離脱した2010年理事選挙からは2人に減った。しかし、2018年9月に解散した旧高野花一門の理事だった12代大野松が加入したため再び、 選出理事が3人になった。2020年理事候補選挙では8代小車、14代柴田山、15代花籠の3人が選出され、副理事には2020年から9代高田川が選出されている。2017年1月12日、朝日山親方が、二所の席一門会で、伊勢ヶ浜一森への移籍を表明して了承され、朝日山部屋は、 二所の関一門から伊勢ヶ浜一門へと移った。二千十八年九月、旧高の花一門の解散に伴い、一度は、二所の関一門により破門していた大竹部屋と、大野松部屋、出羽の海一門から旧高の花一門へ加入していた、地下の裏部屋、さらに、時津風一門から脱退後無所属で、旧高の花一門と近い関係だった四コ山部屋と、港部屋の加入を、承認。 11月には、相撲協会からも正式に承認された。ありがとうございます。